歩行者天国がね、96年だったかな、廃止されて、集まるとこがこう、なくなっちゃったもんですから、じゃあ、年に1回、ワイルドスタイルとね、舞台に似た、ステージに、年に1回、じゃあみんなで集まろうよってことで、20年前に始めたわけです。そして、なんていうのかな、b ボーイの俺からしてみたら、僕もラップはできますけど、作ってラップすることはできます。でも本物はやっぱりフリースタイルでやっぱりバトルができないと、やっぱ本物じゃねえんじゃないかなと思って、それでそのために MC バトルっていうのを始めたんです。とりあえず、なんだろう。まあ今日本でも8マイルとか、まあ、ビーボイパークの今までの影響で MC バトルっていうのが流行ってるし、うん、でやっぱ俺が見た感じだといつもまあでかい大会でも物足んなさとか矛盾点、自分の中でのちょっと感じる矛盾点があって、それをまあ自分の中勝手に、まあ俺も一回ビーボイパークで優勝してるし、でそういうやっぱそれを優勝してからだとクラブ行けば仕掛けられたり、そういうのが多かったから、まあそれだったらなんか自分の名前でそういう人が集まるんだったら、まあ俺を超えるチャンピオンになる、そういうリアルな大会を作りたいっていうところで、まあ他のまあチンケなバトルの大会じゃなく、リアルな太いぶっとい新宿スタイルの大会、アルティメット MC バトルを開催する。まず日本で一番の、MC、マイクを握ってチャンピオンになったやつが、スターになれるような、そんな道を作るバトル大会をするにはどうしたらいいかということで、まあ、日本でバトルがいろんな大会ができてきて、僕らも実際足を運ばせてもらったりゲストで呼んでもらったり時にはエントリーして、いろんなつながりもあったりする中で、その中の、主催者だったり、優勝メンバーなんかと会議を重ねて、これだったら日本一に近い大会になるんじゃないか、まあ、僕らの大会のチャンピオンたちをみんな集めてチャンピオンシップをやってみようじゃないか。ある種以上の革命的なやるやつがいなかったらみんな何っていうかだと思うんですよ。まあ果てを求めたら、まあある以上は果てはない完成形だなってあるしとかだと思いますよ。俺多分日本中で誰よりやってると思うんですよ。生活はそんな変わってないですけどね。ただそのバトルに関して俺多分日本中で誰よりやってると思うんですよ。その音源ライブバトルのバランスで言ったら多分俺が絶対誰よりやってるなっていう自信があるんで、なんで本当誰と戦っても、まあ、Rしてとか以外Rして以外は別に誰と戦っても勝って当たり前っていう気持ちで今は臨めてるん でそれって結構バトルに関して大事なんですよ。ラバンショーインとヨウハチとチョウ